1962年2月から1965年9月まで生産した大型のクーペ型乗用車である。デビューは1961年のフランクフルトモーターショーであった。3年間に約600台が生産された。1952年デビューの BMW501。 502系列の最終発展型で V 型8気筒エンジン搭載の BMW 車は 3200CS の消滅後、吸収合併したグラースの最上級モデルで一時、BMW ブランドで生産された 3000V8 を例外として、1992年に BMW740i が登場するまで一時、途絶えた。性格としては、 BMW の経営危機器のために1959年に製造中止となった b m w 5 0 3の後継モデルである。5 0 3の製造中止から 3200CS 登場までの2年間、BMW は一旦ダイムラーベンツへの吸収合併寸前の状態に陥った後、ヘルベルト・クバントによって救済され、同年に登場した。 BMW700 と 3200CS とほぼ同時に発表された BMW1500 によってようやく破綻の危機から脱しようとしていた。飛行的には502以来の V 型8気筒 3168CC エンジンを踏襲、ゼニス・ストロンバーグのツインキャブレターで160馬力に強化され、最高速度は時速 200km に達した。 同時にマイナーチェンジを受けて2600、3200と名乗るようになった500に同様、増加したパワーに対応して前輪にはディスクブレーキが装備された。3200CS 最大の特徴は、従来のボディを引き続き用いたセダンとは対照的なイタリアのベルトーネが製作し、ミュンヘンの BMW 工場で仮装されることになった、全く新しいボディであった。 フロントエンドこそ、従来の BMW のイメージを強く残していたが、その後半部は軽快なニドアピラーレスの、ハードトップクーペで、ベルトーネの新しいチーフデザイナージョルジェット、ジュージアーロの個性が顕著に現れていた。1500K の成功によって、BMW には、大型高級車を少量生産する余裕がなくなった、ことから、 3200CS は1965年9月に生産中予された。それと入れ替わるように1500系車 C をベースとし、車体はカルマンが製造した BMW2000C、2000CS が同年に誕生し、3200CS をはるかに上回る人気を獲得することになる。ありがとうございます。